にちは、マキオです。今日は火曜日ということでタコスを食べに来ました。お店の名前はこちら、エルコムタコ、まあ、スペイン語になっているかと思うんですけれども、あのレッツイートタコみたいな、そういう意味になるそうです。私の衣装を披露したいと思います。今日はタコスのコスチュームでやってきました。後ろもこんな感じで入ってますけども、タコスを食べてみましょう。今日は火曜日ということで、アメリカ全土ではタコチューズデーというふうに呼んでいます。火曜日といえばタコチューズデー、そんな感じです。これにはまあ、あの訳があって、昔あるタコス屋さんが、まあ、広告のために火曜日はタコスを食べようというふうに始まったのがきっかけで、今ではもういろんなところでやってますし、まあ、アメリカ全土で広がりました。まあ、言ってみれば日本でいうところの、まあ、クリスマスはケンタッキーを食べようみたいな、そんなのと似ているのかなと思います。で、今回選んだこちらのお店なんですけれども、ダラスマガジン、イート、ザガットなどいろいろな、各種雑誌で紹介をされている有名なお店になります。こちらのお店では他のお店にはない特別なメニューがあるということで注文してみました。注目していただきたいのがこちら真ん中です。これ寄ってみて何かわかりますかね。コロコロしてるんですけれども、これはグラスホッパー、日本語で言うとこのキリギリスとかそういうものになる、虫になりますね。そしてこちら、まあ、写真、この動画を見ただけではわかりにくいんですけれども、アリの卵になります。まあ、ちょっと食べるのには勇気が必要かなと思いますが、でも他のものはあの普通のトライブですとか、あとは牛の頬肉とかタンもありますので、普通のメニューも用意されています。では早速レモンをちょっとこう軽く絞って食べてみたいと思います。まずはやはりこの緊張の一品、グラスホッパー。わー、いっぱい虫が乗っかってますね。ではいただきます。あの日本の桜エビみたいな、あのやっぱりカリカリしているので、なんかカニとかエビとかのなんか甲殻類みたいな、でちょっと香ばしい、結構なんか生きてる感じ、生きてる感じなので、もう一口。この緑のソースは適度にちょっと辛いんですけど、うん、全然あの問題ないですよ。ちょっとドキドキするんですけど、今昆虫食ってすごい流行っていて、足先がツンツンってこう口に当たるんですけど、それがまた面白い。足が出てる。ポンチョンポンチョン。とってもいけますよ、これは。おつまみみたい。じゃあ次、こちらはアリの卵、この白いのが卵なのかな。ではこちらもいただいてみます。こっちの方が癖があるかも。なんか昆虫は結構いろんなとこで食べてるんです、私。でもアリの卵は多分初めて。なんかチーズみたいな、後からすごい濃厚な香りが鼻からツンと抜けてくるので、結構癖があるかもしれない。食べれるけれども、だいぶ他のタコスとは味わいが違うかなっていう気がします。好きな人はすごい好きだろうな。これはトライブ、あ、落ちてきちゃったなります。あ、崩れてきた。結構カリカリ、お肉がカリカリしてる。サクッサクッと
これ他のソースもあるのでちょっとつけてみてもいいかも。うん、次は子牛の脳になります。じゃあこちら全然まあ姿形からは普通のお肉なんですけど、うん、子牛の脳ということですが、なんか焼き鳥のもも肉みたいな、結構脂身もあって噛むとちょっと、まあ、豆腐みたいなふわふわっとした感じがあって、なんか焼き鳥の焼き鳥を食べてるような美味しいです。こちらもこちらは牛タンです。いただきます。美味しいですよ。これはもう間違いない味。あ、牛タンは結構噛み応えがある、結構意外と分厚いのでしっかり噛んで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 やるとこう牛肉から中身がじわっと肉汁が出てくる感じで、半分結構半分より多めに脂身があるので結構こってり感があるかなと思います。美味しいですよ。最後に牛の頬肉になります。見た目はもう一般的なタコスですね。じゃあいただきます。この頬肉はすごい柔らかくってこうどんどんお肉が裂けていく感じのお肉なので、すごい柔らかくって生地ともすごいマッチングして、もうこれは王道タコスだなっていう感じが、誰でも食べれる王道タコスだなという感じがします。全部食べてみました。とても美味しかったです。グラスホッパーは面白いし他にはなかなかない特別なメニューなので、ぜひチャレンジしてほしいなと思います。でこちらソースもいろいろ各種あって、あのこちらから自由に取れるんですけれども、まあ、辛さの程度もいろいろあるので好きなように選べます。グラスホッパーとアリの卵は通常メニューになく、提供できる日は不定期となっています。事前に電話でご確認ください。お店の場所はメキシコ人が多く住むフィツユーアベニュー。家族経営なので本格的なメキシコ料理が味わえます。今日はいろいろチャレンジしてみましたね。これを着て虫を食べて頑張りました。ぜひ薪を頑張ったねと思う方はこちらの、ダラスから失礼します、エクスミダラスのチャンネル登録、それからいいねボタンもお願いします。私の Facebook や Instagram でも常に情報を発信しています。ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画で会いましょう。